坪井栄作、二十四の瞳。三、米、ゴ語ゴー、豆、一生。十日過ぎても、半月経っても、女子先生は姿を見せなかった。職員室の外の壁に持たせてある自転車に、ほこりがたまり、子供たちはそれを取り巻いて、しょんぼりしていた。もう、小石先生は、 来ないのではないかと考えるものもあった。本校通いの生徒にしてもそうだ。先生の自転車がどれほど毎日の励みになっていたか。命名が長い道中どれほど小石先生の姿を待っていたか。小石先生に会わなくなってからそう思った。村の人にしても同じだった。誰がどうというのではなく、不当につらく当たっていたことを、 ひそかにいいているようだったなぜなら小石先生の評判が急によくなったのだあの先生ほど初めから子どもに受けた先生はこれまでになかったろうなはいよ直ってもらわんと困るさきの子どもが先生をチンばにしたってなことになると困るもんあとへ来てがなかったりするとなお困る チンバになんぞ、ならにゃええがな。若いみそらでチンバじゃ、治ってもかように困るじゃろうな。こんな風に、女子先生の噂をした。どうしてももう一度、三崎の学校へ来てもらいたい気持ちが含まれていた。来てもらわないと、本当に困るのだ。直接に、最も困ったのは、男先生だった。小さな村の小学校では、 章下は一週一度だった。その一時間を男先生は持て余したのだ。女子先生が休み出してから、初めのうちは習った歌を合唱させたり、上手らしい子供に読唱させたりした。そうして一月ほどは済んだが、いつまでもごまかすわけにもいかず、そこで男先生はとうとうオルガンの稽古を始め、そのために汗を流した。 先生は声を上げて歌うのである。ひひひふみみみいいいいむいドドドれみみみそそそらそと発音するところを年寄りの男先生はひひひふみみみという。それは昔男先生が小学校の時に習ったものであった。みみみみふふふ ひひひ。ふみ祥花は土曜日の三時間目と決まっている。嬉しく楽しく歌って別れて日曜日を迎えるという寸法の時間割であったのが子供にとっても先生にとっても急に面白くない土曜日の三時間目になってしまった。男先生にとってはなおのことである。木曜日頃になると もう男先生は土曜日の三時間目が気になりだし、そのために急に気短になって、ちょっとのことで生徒に当たり散らした。脇見をしたと言っては叱りつけ、忘れ物をしてきた生徒を後ろに立たせた。男先生、この頃怒りばっかりするようになったな。すかんようになったな。どうしたんじゃろうな。子供たちが不思議があるその訳を。 一番よく知っている男先生の奥さんは、密かに心配して、それとなく男先生を助けようとした。金曜日の夜になると、奥さんは内職のバッカンサナダをやめて、オルガンのそばに立ち、先生を励ました。私が生徒になりますわ。うん、なってくれ。豆ランプがチロチロ揺らぎながら、 オルガンと二人の年寄り夫婦の姿を照らしているところは、もしも女の子がこれを見たら、震え上がりそうな光景である。闇と光の工作の中で、先生と奥さんは歌い交わしていた。ヒ,ヒヒヒフミミミイイ,イイムイ。奥さんだけが歌い、それにオルガンの調子が合うまでには、だいぶ夜も更けた。村はもう、 一見残らず寝静まっていることでかえって気兼ねでもしているように奥さんは豆ランプを消してから足探りで部屋に戻りながらほーっとため息をしひそやかに話しかけた「おなご先生もえらい苦労かけますな」「うんしかし向こうにすりゃもっと苦労じゃろうてそうですともあんたのオルガンどころじゃありませんわ」 足一本おられたんですもんもしかしたら大石先生はもう戻ってこんかもしれんぞ先生よりもあの母親の方がえらい剣幕だったもんなかけがえのない娘ですさかい二度と再びそんな昭悪の村へはもうやりとうありません言うてなそうでしょうなしかし来られんなら来られんで 代わりの先生が来てくれんと困りますな。人に聞かれたら困るとでも言うように内緒声で言って、恨めしそうにちらりと海の向こうを見た。一本松の村も静かに眠っているらしく、星くずのような遠い火がかすかに瞬いている。こんな夜更けに、こんな苦労をしているのは自分たちだけだと思うと、女子先生が恨めしかった。 あれ以来、奥さんもまた一役買って、四年生五人の裁縫を受け持っていたのだ。しかし、雑巾刺しの裁縫はちっとも苦労ではなかった。まるで手まりでもかがるように、丁寧に刺すのを、一時間の間、代わる代わるに見てやればそれで済む。だが、消化だけは何としてもオルガンが難しい。オルガンは裁縫するようには手が動かないからだ。 それを一生懸命引きこなそうとする男先生の勉強ぶりは、奥さんにとっては神々しいようでさえあった。10月だというのに男先生はたらたら汗を流していた。外へ聞こえるのをはばかって、教室の窓はいつも閉めてあったから、汗は余計流れた。先生ならば、オルガンぐらいは弾けるのが当たり前なのだが、 何しろ、小学校を出たきり、努力一つで教師になった男先生としては、何よりもオルガンが苦手であった。田舎のこととて、どこの学校にも音楽専任の先生はいなかった。どの先生も自分の受け持ちの生徒に、体操も唱歌も教えねばならない。そんなことも嫌で、自分から頼んでこんな偏僻な岬へ来たのでもあったのに。 今になってオルガンの前で汗を流すなど、オルガンをたたきつけたいほど腹が立った。しかし、今夜はそうではなかった。奥さん一人の生徒にしろ、弾き手と歌い手の調子が合うところまで行ったのだ。そんなわけで男先生の方は割とご機嫌だった。そこで奥さんに向かって少し鼻を高くした。俺だって。 弾く気になればオルガンぐらいすぐ弾けるんだよ。奥さんも素直にうなずいた。そうですともそうですとも。とも大石先生が休み出してから明日は6回目ぐらいの章下の時間になる。男先生にとっては明日の章下の時間が楽しみにさえなってきた。きっと生徒がびっくりするぞ。そうですね。 男先生もオルガン弾けると思うて見直すでしょうね。そうだよ。ひとつちゃんとした歌を教えるのも必要だからな。大石先生と来たらアホらしもない歌ばっかり教えとるからな。ちんちんちどりだことの、ちょっきんちょっきんちょっきんなだことの、まるで盆踊りの歌みたいよな、やわい歌ばっかりでないか。それでも子供は喜んどりますわ。 ふんしかし女の子ならそれもよかろうが男の子にはふさわしからぬ歌だな。ここらでひとつわしがヤマ魂をふるいおこすような歌を教えるのも必要だろう。生徒は女ばっかりでないんだからな。奥さんの前で胸を張るようにして事のついでのように今のさっきまで二人で稽古をした祥花を歌った。 ちびきの岩は、もからず。し、人が聞いたら、きちがいかと思う。奥さんはびっくりして手を振った。そして、いよいよあくる日、昇華の時間が来ても、生徒は、のろのろと教室に入った。どうせ今日もまた、オルガンなしに歌わされるのだと思って、運ぶ足も軽くなかったのだろう。小石先生だと、 土曜日の二時間目が終わるとそのまま一人教室に残ってオルガンを鳴らしていたし三時間目の番儀が鳴るとともに行進曲に変わりみんなの足取りを一人でに浮き立たせて自然に教室へ導いていたどんなにそれが楽しかったことかみんな心のどこかにそれを知っていた口では言えないそれは嬉しさであっただから小石先生が来なくなった今 口では言えないもの足りなさが心のどこかにあった。それを気づくというほどでなくみんなは気づいていたのだ。先生は聞き役しとるからみんな好きな歌歌え。オルガンなど見向きもせずに男先生はそういうのだ。歌えと言われてもオルガンが鳴らぬと歌はすぐに出てこなかった。出てきても調子っぱずれだったりする。 ところが、今日は少し違う。教室に入ると男先生はもう、オルガンの前にちゃんと腰掛けて待っていた。女子先生と少し調子が違うが、ブブーっとお辞儀の合図もなった。みんなの顔に、ほやっという色が見えた。二枚の黒板には、いつも女子先生がしていたように、右側には楽譜が、左側には今日習う歌が、 たてがきにか,かれていた「ちびきの岩」「ちびきの岩は重からず」「国家に尽くす義は重し」「とあるその日敵あるその日」「振りくる矢玉のただ中を」「犯して進みて組のため」「つくせや断じの本文を」「石神を」 漢字には全部振り仮名が打ってある。男先生はオルガンの前から教壇に来て、いつもの授業の時のように、筆竹だけの棒の先で一語一語を指し示しながら、この歌の意味を説明し始めた。まるで終身の時間のようだった。いくら繰り返してこの歌の深い意味をと聞きかしても、飲み込める子供はいくにもいなかった。 一年生が真っ先に二年生が続いてガヤ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 三年生と四年生の中にもこそ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 囁き声が起こったと突然ピシッと筆蓄だけが鳴った教壇の上の机を激しく叩いたのである途端にざわめきはやみ鳩のような目が一斉に男先生の顔を見つめた 男先生は厳しく、しかし一種の優しさを込めて、大石先生はまだ当分学校へ出られんちゅうことだから、これから男先生が章下を教える。よく覚えるように。そう言ったかと思うと、オルガンの方へ行き、うつむき込んでしまった。まるでそれは恥ずかしがってでもいるように見えた。 しかもその姿勢で男先生は歌い出したのである。ひひひふみみみいいむいはい。生徒たちは急に笑い出してしまった。ドレミファを男先生は昔流に歌ったのである。しかしいくら笑われても今更ドレミファにして歌う自信が男先生にはなかった。そこでとうとう ひふみよいむなひドレミファの音階から始めて男先生流に教えた。そうなるとなったで生徒たちはすっかり喜んだ。みみみみふふふひひふみひふふふふひみいいいいむいみこれではまるで聞き違いが笑ったり怒ったりしているようだ。 たちまち覚えてしまって、その日から大流行りになってしまった。誰一人、その郵送活発な歌詞を歌って、男先生の意図に沿おうとするものはなく、いいいむいみと歌うのだった。それからまた、何度目かの土曜日、やっぱり、ちびきの岩を歌わされての帰り道であった。一年生の香川マスノは、ませた口ぶりで、 一緒に歩いていた山石早苗に囁いた「男先生の章か本すかん」「やっぱりお女子先生の歌の方が好きじゃ」そう言ってからすぐお女子先生に教わったのを歌い出した「山のカラスが持ってきた」「早苗も小鶴も一緒に続けて歌った」「赤い小さな 上袋お昼きりの1年生の女の子ばかりが固まっていた「おなご先生いつになったら来るんじゃろうな?」。増野の目が一本松の方へ向くとそれに誘われてみんなの目が一本松の村へ注がれた「おなご先生の顔見たいな」。そういったのはコツヤンの壁小鶴である。 通りかかった孫樹の岡田磯吉とキッチンの徳田吉次が仲間に入ってきて口真似でおなご先生の顔見たいな。いつしかそれは実感になってしまったらしく立ち止まって一緒に一本松の方を見た。おなご先生入院しとるんだ。孫樹が聞いたことを聞いた通りに言うと骨矢が横取りして 入院したのは初めのことじゃ。もう退院したんだ。うちのお父っつん昨日道で先生に会うたいよったもん。それで小鶴は誰よりも先に顔が見たいと思いついたらしい。チリリン屋の彼女の父親は船と陸と両方の便利屋だった。昨日は第八車を引いて町まで行ったのである。少なくも一日置きぐらいに 入り江を取り巻く町や村を頼まれて用田市でぐるぐる回ってくるちりりん屋は船や車にいろんな噂話も一緒に積み込んで戻ってきた大石先生のけががアキレス腱が切れたということも二三か月はよく歩けまいということもそれらはみんな腰に鈴をつけて歩き回っているちりりん屋が聞いてきたものだったそんなら もうすぐに先く来,、はい、来るとええけんどな。早苗が目を輝かすと小鶴はまたそれを横取りして「来られるもんかまだ足が立たんのに」。そして小鶴は少し調子に乗って「おなご先生んくえ行ってみるかみんなで」。言っておいてぐるっと一人一人の顔を見回した。 竹市も、炭鼓の森岡田市も、仁田も、いつの間にか仲間入りしていた。しかし誰一人、すぐには小鶴の思いつきに賛成するものはなかった。ただ黙って一本松の方を見ているのは、そこまでの距離が自分たちの計算では見当がつかなかったからだ。片道八キロ、大人の言葉でニリという道のりは、 一年生の足の経験では計り知れなかった。途方もない遠さであり、海の上からは一瞬で見渡す近さでもある。ただ、氏神様より遠いということは少し怖かった。彼らはまだ誰一人一本松まで歩いて行ったものがないのだ。その途中にある本村の氏神様へは、 毎年の祭りに歩いたり船に乗ったりして行くのだが、そこから先がどのぐらいなのか誰も知らない。たった一人ニタがついこの間一本松より先の町へ行ったことがある。しかしそれは氏神様の下からバスに乗って一本松のそばを通ったというだけのことだった。それでもみんなはニタを取り巻いた。ニタ、 宇治神様から一本松まで何時間ぐらいかかったすると二太は得意になって青花をすすりもせずに、宇治神様からならすぐじゃった。バスがな、ブブーってラッパ鳴らしよって一本松のとこ突っ走ったもん。まんじゅう一つ食うてしまわんうちじゃったど。嘘つけ。まんじゅう一つなら一分間で食えら。竹市がそう言うと、 川本松江が西口美佐子に、なあ、と同意を求めながら、なんぼバスがはようても一分間のはずがないわ、なあ。みんなの反対に会うと、似たはムキになり、そうやって僕、氏神様のとこで食いかけたまんじゅうが、バスを降りてもまだちゃんと手に持っとったもん。ほんまかほんまじゃ。指切りじゃ来い。よーし。 指切りするがいそれでみんなは安心をした。ニタが生まれて初めて乗ったバスの珍しさに、まんじゅうを食べるのも忘れて、運転手の手元を見ていたなど、誰も考えなかった。ただ、ともかくもニ太だけがバスに乗ったことと、一本松のまだ次の町で降りるまで、まんじゅう一つを食べる間がなかったことと、この二つから割り出して、 宇治神様から一本松までの遠さを大したことではないと思ったたとえ自転車に乗ってとはいえお女子先生は毎日あんなに朝早く一本松から通っていたではないかとそんなことも遠さとしてより近さとしてみんなの頭に浮かんだらしいそんな気持ちの動いている時に対岸の海沿い道にバスが走っているのが見えたからたまらない 小さく小さく見えるバスは、まったくあっというほどの間に走って、林の中へ姿を消した。ああ、行きたマスノが頓杖に叫んだ。なんということなく、男の子にさえ力を持っているマスノの一声である。行こうやうん、行こう。ただしとい市が賛成した。行こう行こう。 走って行って、走って戻ろう。そうじゃ、そうじゃ。小鶴と松江が飛び飛びして勇み立った。黙っているのは、さなえと片桐小琴だけである。さなえは持ち前の口くらであったが、小琴の方は複雑な顔をしていた。うちのことを思い出していたのであろう。ことやん、行かんの小鶴がとがめ立てるように言うと、 ことやんは、ますます不安な表情になり、おばんに問うてから。その小さな声には自信がなかった。一年生のことえを頭に、五人兄弟の彼女は、背中にいつも子供のいないことがなかった。数え年五つぐらいから、彼女は子守役を引き受けさせられていたのだ。うちへ帰って相談すれば、とても許される見込みはなかった。 そしてまた、それはさなえや松江や小鶴も同じであった。みんな、しゅんとして顔を見合った。数え年十歳になるまでは、遊んでもよいというのが、昔からの子供のおきてのようになっていたが、遊ぶと言っても、それは本当に自由に遊ぶのではなく、いつも弟や妹を連れたり、赤ん坊をおんぶしての上でのことだった。本当に好き勝手に遊んでよいのは、 一人っ子のマスノとミサコだけだ。ことえの一言はみんなにそれを思い出させたが、しかし思いとどまることはできない空気だった。飯食べたらそーっと抜け出してこうや。小鶴が乗りかかった船だとでも言うようにみんなをけしかけた。そうじゃ。みんなうちの人に言うたら生かしてくれんかもしれん。黙っていこうや。 たけいちが知恵をめぐらしてそう決断した。こうなるともう誰一人反対するものはなく秘密で出かけることがかえってみんなをウキウキさせた。そーっと抜け出してな鳩の上ぐらいから一緒になろう。ただしがそう言うと総垂閣の増のは一層細かく頭を使い「鳩の上は よろずやのばあやんにみつかるとうるさいからやぶのとこぐらいにしようや。それがええ。みんな、はたけのみち、とおってぬけていこう。めいめい、きゅうにいそがしくなった。ほんまに、はしっていって、はしってもおどらんかな。ねんをしたのはことえである。みんながはしってかえっていくあとから、ことえはかんがえかんがえあるいた。 どう考えても黙って抜け出す工夫はないように思えた。自分だけはやめようか。しかしそれはできない。そんなことをしたら明日から誰も遊んでくれないかもしれぬと思った。のけ者になるのは嫌だ。黙って抜け出せたとしても、後でおばんやお母さんに叱られるのも嫌だ。赤ん坊なんぞ、なければよかった。そう思うと、 いつもはかわいい赤ん坊のたけしの顔が憎らしくなり、一日ぐらいほったらかしたくなった。彼女の足は急に後戻りをし、畑の方へ歩いていった。やぶが見えだすと走った。誰かに見つかりそうでドキドキした。二時間後のことである。子供について真っ先に心配しだしたのは、ことえのおばんであった。 腹も減ろうのに、何こそしよるやら。はじめは独り言を言った。戻ればたけしをことえの背中にくくりつけておいて、おばんは畑へ二番ささげを積みに行く手はずになっているのに、ことえは帰らないのだ。学校へ見に行ったところで、今ごろいるはずもないと思い、赤ん坊と祝いひもを持って、一番仲良しのさなえのところへのぞきに行った。 てっきりそこで遊び放けていると思ったのだ。こんにちは。うちのことは来とらんかいの。もちろんいるわけがない。それどころか、さなえもまだ帰らないというのだ。帰りに皇人様を覗いてみたが、杉の木陰に遊んでいたのは、ことえより少し大きい子や小さい子ばかりだった。誰にともなく大声で、お前ら、 うちのこと知らんかいの。知らんで。いっぺんも今日は見んで。さないさんくと違うかいろんな返事がやつぎばやに飛んできた。それは皆腹の立つ返事ばかりだった。しょうのないやつじゃほんまに。見つけたらすぐ戻れいよったと言うておくれ。 おばんはひょいっと投げるようにして赤ん坊を背中にやり、まだわかりもしない赤ん坊に話しかけた。ねえやんはどこへうせやがったんじゃろうなぁ。ことのやつめ、戻ってきたらどやしつけてやらんならん。しかし、昼めしもまだなのを思うと、少し心配になった。心配しいしいどまで草履を作っていると、川本大工のおかみさんが、 きぜわしそうな足取りでやってきた。こんちは、ええお天気で、うちの松を見に来たんじゃけんど、見えんな。それを聞くと、ことえのおばんは、草履作りの手を置いて、まっちゃんもかいな。昼飯も食べんと、どこをほっつき歩きよんのかしらん。うちの松は、昼飯は食べに戻ったがいな。箸置いて、ようありげに立っていって、 すぐ戻るかと思いや戻ってきやせん。ことえのおばんは急に心配になってきた。もう草履どころでなかった。大工のおかみさんが探してくると言って帰った後も心配はだんだん広がってくるばかりだった。出たり入ったり立ったり座ったり落ち着かなかった。無理もない遊びたい盛りじゃもん。 毎日子守ばっかりじゃ、謀反も起こしたかろう。ポトンと涙が落ちた。その涙でかすんだ目に、小さい時から子守ばかりさせたためか、でっちりになってしまった幼いことへのかわいそうな姿が浮かんできて消えなかった。それにしても、どこで何をしているのかしら。今日は若いもんまでが遅いな。 外に出て沖を眺めた。あじるよに出ていることへの両親たちの帰りまでが、今日は特別遅いように、おばんには思えた。まだ戻って今回？大工のおかみさんの三度目の声がかかるまでに、小鶴の姉とさなえの弟と、ふじ子の母親とが、命名のうちの娘を案じて見に来た。まもなく一年生の全部がいないとわかり、 やがて本校帰りの生徒の一人が八幡堂という文房具屋のそばでみんなを見かけたというのを聞いてやっと心配は半分になったそれだけに噂は村中に広がりでんでに勝手なことを言い合った芝居が来たというから言ったんじゃないかな税にもないのにどうしてのぼりや看板でも口開けてみよるかもしれん 子供っちゃ物好きなことやのう。一年生のうちの者は今は半分笑顔で話し合った。今腹減ら,らして足に豆こしらえて戻ってくるわいのどんな顔して戻ってくるかしらん、アホくらいが。戻ったら怒ったもんかいのう。怒らんほうがよかろうか。褒めるわけにはいくまいがのう。こんなのんきそうなことが言えたのも、 孫樹の兄や仁太や藤子の父親たちが迎えに出向いた安心からであったそれにしても誰一人大石先生を思い出さなかったとは何としたうかつさだったろう三人の出迎え人は本村にさしかかるとこれはと思う人に行き合うたびに尋ねたちょっとお尋ねですがなお昼過ぎごろに 七八つぐらいの子供らが十人ほどを通ったのをませなんだかいな。おんなじことを何べん繰り返したろう。そこで子供たちはどうしていたろう。やぶの上へ真っ先についたのは言うまでもなくことえだった。琴えはそこで草むらに学校の包みを隠してみんなを待った。 吉次と孫樹が先を争うように走ってきた。続いて竹市とただしと。一番遅れてきたのは藤子と二太であった。二太は用心深く、シャツやズボンの四つのポケットをそら豆のいったので膨らましていた。うちにあっただけみんな持ってきたのだという。それを気前よくみんなに少しずつ分けてやりながら、一番嬉しそうな顔をしていた。 ゆポリポリり豆をかみながら一行は出発した「おなご先生びっくりするどはっ、あ、喜ぶだ。ことえ一人は先頭に立ってみんなを振り返った「走って行って走って帰るはずなのに誰も彼ものんびりと歩いていると思った」「行けばわかるのにみんな口々におなご先生のことばかり言っている」「おなご先生 チンバ引いて歩くんどおナゴ先生の足、まだ痛いんかしらん。そりゃ痛いからチンバ引くんじゃないか。すると孫貴はちょこちょこと前に進み。なあ、みんな、アキレスはここじゃどこの太い筋が切れたんど自分のアキレス腱のあたりをさすってみせ。こんなとこが切れたんじゃもん。いとうのうて。 ようやくみんなの足は速くなっていった。子供たちだけでこの道を歩くのは初めてだった。山ひだを一つ過ぎるごとに新しい眺めが現れて飽きなかった。岬を横切り入り海沿いの道にかかると一本松の村は斜め後ろに遠のく。それだけ近くなっているのが嘘のような気がして心細くなったが、誰も口には出さない。 やがて、はるか彼方に、本校帰りの生徒の塊が見えた。みんな、はっとして顔を見合わせた。かくれかくれ、大急ぎで。マスノの一声は、あとの十一人を猿のようにすばしこくさせ、かや山の中へ走り込ませた。ガサガサと音がしてかやが揺れた。じっとして、音さしたらいかん。 マスノが薄い唇を反らして少しつった切れ長の目に物を言わせると竹市や忠しまでが声も体も潜めてしまったみんなの背の倍もありそうな笹ヶ谷の山は十二人の子供を隠してさやさやとなったしかし気づかれずに大きな生徒たちをやり過ごせたのは実にマスノの起点であった彼女に睨まれると みんなは猫のようにおとなしくなるのだ。岬の道を出て、いよいよ本村に入る頃から、みんなは自然と小声にしゃべっていた。一本松の村までには、いくつかの町や村のたくさんの部落があった。大小のその村々を過ぎては迎え、過ぎてはまた迎え。飽きるほどそれを繰り返しても、一本松はなかなか来なかった。 三崎の村から見ればあんなに近かった一本松。目の前に見えていた一本松。それが今は姿さえも見せない。八キロ、大人の言う二里の遠さを足の裏から感じ出してだんだん黙り込んでいった。行き合う人の顔も見覚えがなかった。まるで遠い国へ来たような心細さがみんなの胸の中にだんだんおもしのように沈んでいく。 もう一つ、鼻を回れば、一本松は目の前に眺められることを誰も知らないのだ。聞いてもらちのあかぬにたに聞くことも、もう諦めてしまって、ただ、前へ前へと、一足でも進むよりほかなかった。竹市と美佐子は、真っ先に草履を切らし、切れぬ片方を美佐子にやって、竹市は、はだしになっていた。 七字もただしも怪しかった。誰も一銭も持っていないのだ。草履は帰るわけがない。はだしで帰らねばならないだろうことは、歩いてきた道の遠さと考え合わせて、草履の切れかけたもの,の気持ちは余計惨めだった。突然、ことえが泣き出してしまった。昼飯抜きの彼女は、疲れ方もまた早かったろうし、我慢できなくなったのだろう。 道端にしゃがんで、えー、ん、えー、んと声を出して泣いた。すると、美佐子と藤子が誘われて、しくしくやりだした。みんなは立ち止まって、ぽかんとした顔で泣いている三人を見ていた。自分たちも泣きたいほどなのだ。元気づけてやる言葉など出てこなかった。きびすを返せばよいのだ。もう帰ろうや、と誰かが言えばよいのだ。 しかし誰もそれさえ言い出す力がなかった。マスノやコツルさえ困惑の色を浮かべていた。彼女たちにしても泣き出したかったのだ。しかし泣けなかった。いっそみんなで泣き出せばどこからか救いの手が述べられるだろうがそれにも気がつかなかった。初週の空は晴れ渡って午後の日差しは この幼い一団を白く乾いた道の真ん中に異様さを見せて後ろから照らしていた。うちへ帰りたい気持ちは自然に現れて知らず知らず歩いてきた道の方を向いて立っていたのである。その前方から警笛と共とに銀色の乗り合いバスが走ってきた。瞬間、十二人は一つの気持ちに結ばれ。 狭い道端の草むらの中に一列によけてバスを迎えた。ことえさえももう泣いてはいず、一心にバスを見守っていた。もうもうと煙のように白い砂ぼこりを立てて、バスは目の前を通り過ぎようとした。と、その窓から思いがけぬ顔が見え、あらあらと言ったと思うとバスは走り抜けた。大石先生なのだ。 わあ思わず道へ飛び出すと、歓声を上げながらバスの後を追って走った。新しい力がどこから湧いたのか、みんなの足は速かった。先生女子先生途中でバスが止まり、お女子先生を降ろすと、また走っていった。松葉杖に寄りかかって、みんなを待っていた先生は、そばまで来るのを待たずに、 大きな声で言った。どうしたのいったい。走り寄ってその手にすがりつきもならず、懐かしさと一種の恐ろしさに、そばまで行けず立ち止まったものもあった。先生の顔を見に来たん。遠かった。似たが唇を切ったので、それでみんなも口々に言い出した。みんなで約束して黙ってきたん。 な、一本松がなかなかこんので、ことやんが泣き出したところじゃった。先生、一本松どこまだまだ足、まだ痛いん笑っている先生の方を、涙が止めどなく流れていた。何のことはない。一本松の先生のうちも、すぐそこだとわかると、また歓声が上がった。ほたって、 一本松なかなかじゃったもんな。もういのうかと思ったぐらい遠かったな。松葉杖を取り巻いて歩きながら先生の家へ行くと、先生のお母さんもすっかり驚いて、急にてんてこまいになった。かまどの下を焚きつけるやら、何度も外に走り出すやら。そうして一時間ほども先生の家にいただろうか。その間にきつねうどんをごちそうになり、 おかわりまでするも,のもいた先生は喜んで記念の写真を撮ろうと言い近所の写真屋さんを頼んで一本松まで出かけた「もっとみんなの顔見ていたいけどもうすぐ日が暮れるからねうちの人心配してるわよ」帰りたがらぬ子どもらをなだめてやっと船に乗せたのは4時を過ぎていた。 短い秋の日は傾いて、岬の村は何事もなかったかのように、夕暮れの色の中に包まれようとしていた。さよならさよなら松葉杖で浜に立って見送っている先生に、船の上からは絶え間なく声がかかった。三人の大人たちが町から村を探し回っているとき、十二人の子供は、 思いがけぬ道を通って村へ戻った。わあいやあい時ならぬ沖合からの叫びに、三崎の村の人たちはどぎもを抜かれたのである。叱っては見ても、結局は大笑いになって、大石先生の人気は上がった。その翌翌日、チリリン屋の大八車には、珍しい荷物が積み込まれた。 あんまり細かいので、ちりりんやはそれをりんごの空き箱にまとめて村を出て行った。みちみちいろんな用しをしながら一本松まで来ると、りんごの箱をそのまま担いで歩き出した。腰の鈴がりりんりりんと足をかわすごとになり続け、やがてリ鳴りっとなりやんだのが、大石先生のうちの縁先である。 シリリン屋のリンの音は、どこかから何かが届けられる時の挨拶である。言い訳はあまり必要ではなかった。はい、米ゴ,ゴンゴの豆一升。こいつは軽いぞ。煮干しかな。ほい、もう一つ、米一升に豆ゴンゴ小さな袋をいくつも取り出して、縁側の板の間に積み重ねた。 袋には名前が書いてある。それは皆、義理がたい岬の村から、大石先生への見舞いの米や豆だった。